こんにちは、荒木和弘です。令和2年12月4日金曜日のショートメッセージをお送りします。今日今品川にいます。これから羽田から、飛行機で伊丹に向かって、北朝鮮人権映画祭の会場に参ります。で、昨日大阪府知事が赤信号を出しちゃったおかげで、急遽無観客の開催ということになりましたが、日程は予定通り行いますし、まあ、通知をしても分かんないでですね、来ちゃう方おられると思うんで、まあ、その場合はスタッフと一緒に見ていただくということになるだろうと思います。まあ、800人の会場でですね、最初からもう100人ぐらいに抑えるということで準備をしてましたので、まあ、そこで感染する可能性というのはほとんどないだろうというふうに思ってます。で、まあ、今回の映画祭は、まあ、いろんなですね、見られない映画たくさんありますので、まあ、後ほどまたいろんな形でですね、お知らせします。ぜひご覧ください。あと、まだ決めてないんですが、できれば映画祭の会場から、ライブをできないかなと思ってます。これまたFacebook や Twitter、ブログ等でですねお知らせしますので、もしそういうことをやる場合はぜひご覧ください。それから、まあ、この今日お話しするのはですね、コロナの野郎という感じなんですけども、まあ、こんなことになってしまいましたが、皆さん考えてみてください。日本でですね、これだけ医療技術の発達した日本で、コロナでこんな大騒ぎをしているんです。北朝鮮どうだと思います？医療崩壊って問題になってますけど、北朝鮮の医療ってもともととっくに崩壊してるんですね。で、薬買って持ってかないと病院で見てもらえないというのがですね、本当の状況です。愛の不時着で、李承晩君が撃たれてなんか病院担ぎ込まれるシーンがありましたけど、あんなことですね、北朝鮮の病院じゃ絶対ありえない、と思います。上の方の、よっぽど上の方の平壌に住んでいる階層であれば特別の医療を受けられるんですけども、まあ、一般の人間がですね、あんな風にしてもらえるということはまあないと思った方がいいです。そこら辺のことは今回上映するクロッシングの中でも、主人公のチャインピョのですね、奥さん、ヨンハがですね、まあ、結核にかかる、で病気になるんだけども薬がない、でその薬をなんとか探しに、まあ、キム・ヨンスは中国へ行くという設定になってます。で、まあ、結果的に韓国に入って、まあ、そこでですね、薬屋でこの薬ないですかって聞いたらば、保健所行けばタダでくれますよって言われて、まあ、呆然とするというシーンがありました。で、まあ、こういう状態の北朝鮮で、コロナとかですね、入ったら一体どういうことになるのかと、まあ、おそらくその恐怖感が今回の昨日お話した船のことともつながっているんだと思います。で、ちなみにコロナじゃないんですが、エイズ、昔エイズが出た時に北朝鮮では、まあ、エイズなんてのは資本主義の汚れた病気だから、こんなものですね、北朝鮮にはないんだというふうに言ってたんです。で、ところが、まあ、出ちゃったと。で、これどう出たかっていうと、なんかアフリカに出張に行った人がですね、エイズに、何かの理由でエイズにかかったと。で、途中で分かってですね、その人はどうなったかというと、確か西海岸、紅海の方だと思いますが、のどっかの無人島へ持って帰ってですね、そこで幽閉されておしまいということだったそうです。で、その後なんかもう一件、確か、ルーマニアだったかブルガリアだったか忘れましたが、留学生が、向こうでですね、エイズにかかったという診断を受けて北に戻ってきたと。で、その留学生も確かどっかの島にですね、閉じ込められちゃったと。で、その後でルーマニア、その相手の国からですね、あれ診断間違ってたよという連絡が来たんだそうですけども、もう閉じ込めちゃったからしょうがないねってそのままになったという話があるそうです。これ誰が言ってたんだったか、元外交、外務省の課長だったコヨンファンさんだったか、忘れましたけども、そんなことがあったというふうに聞いてます。ですから、まあ、それとそんなに変わらない状態で、このコロナの騒ぎどうなるかということですね。もうおそらく金正恩が一番恐怖心に駆られたのではないだろうかと思います。まあ、そうでなければ1月のもう下旬ですね、あっという間に中朝国境を封鎖するということは考えられない。で、ということは、まあ、この状態を
ある意味で言うと北朝鮮の天気に変えるということもできるのではないかというふうに私は思ってます。もう収まっちゃったかなと思ったんですが、どうもそうではないみたいだということからすればですね、これをある意味で言うと政権と人民の間の亀裂とか、あるいは政権の内部の亀裂につなげていくということは可能ではないだろうかなと思ってます。まあ、ともかく今回の映画祭もコロナで無観客になったことをなんとかですね、逆に無観客でなければできないことへ持っていこうというふうに思ってますんで、マイナスを必ずプラスに変えていくということで、いきたいと思います。ヨットも逆風でも風があればですね、ジグザグで前に進めます。風がなきゃ動きません。逆風があるということは我々にとってプラスなんだということで前に行きたいと思います。ぜひともよろしくお願いいたします。また映画祭の今後新しいことですね、お知らせしますので、ぜひ拡散ご協力をお願いします。今日もありがとうございました。